はい、どうもはるかです。本日はファイファインさんの方から、提供の方いただきまして、ゲーミングマイクアンプリゲーム A8 という製品をね紹介していきたいと思います。まず最初にねメーカーさんの紹介だけしておくと、ファイファインさんっていうのは十数年間ですね高品質なオーディオ製品っていうのを世の中に届けてくださっているメーカーさんです。実は僕のチャンネルでもね初期の頃に使わせていただいたりして愛着があったりするメーカーさんだったりもするんですけれども、意外とですねリーズナブルなお値段で、高品質なマイクを届けてくださるということでね僕も使っていた経緯がありました。今回紹介するようなマイクだけではなくてですねヘッドセットであったりとかマイクアームであったりとかいろいろね、そういうオーディオ関連デスク関連の製品も販売してくださっていますし、カラーリングもね結構豊富にあってピンクであったりホワイトであったりそういった製品もあるので、よかったらねチェックしていただければと思います。でお値段の方なんですけど動画作成時で7289円とね、結構安い、そんなマイクでございます。Amazon のねセールであったりとか、クーポンがね配布されることもあって、そういうタイミングだったら6000円台とかでね購入できることもあるみたいなので、1万円以下ぐらいのね予算でマイク欲しいよっていう方はぜひね一度検討してみてもらえればというふうに思います。結構外箱の方を見ていっても結構ね強めにゲーミングを意識したような箱だなっていう感じがしますね。でこのRGB、LED ライトが入っていて、最初からこういうポップガードとかね、スタンドとかも付属されているので、こういうのを追加で購入しなくていいっていうのはね、結構リーズナブルで、助かるっていうところですね。で、これがもともと、7000円台ぐらいで販売されている、製品になるんですけども、やっぱりそういうね、備品とか買っていたらプラス1000円、プラス1000円ということでね、1万円超えてきたりっていうこともあるので、やっぱそういう意味では非常にね、コストパフォーマンスの高いマイクになってるのかなと思います。はい。で、ちょっと外箱の方を見ていくんですけども、カラーですね。カラー、ホワイト、ブラック、ピンク、ブルーということで、今回特に指定をせずにですね、ファイファイさんのご提供ということで、何色送っていただいているかはわからないんですけれども、これがね、開封していくときの楽しみということでね、やっていきたいと思います。よし。じゃあ開けていきましょうか。結構ね、数千円と思えないぐらい、結構この化粧箱っていうんですかね、その辺の仕上がりっていうかこだわりも感じられるようなところで、なんていうんですか、色付きじゃない、普通の段ボールとかに梱包されてるわけでもないので、結構ね、この辺こだわってるのかなと思います。で、中開けてみるとこんな感じで、もう最初からね、よいしょ、マイクの方が、こういう感じで、よいしょ、組み上がってるんですよね。なのでちょっと何て言うんですか、マイク初めて購入される方ってこういうのどうやって使ったらいいのみたいな悩み出てくることあるかと思うんですけど、そういう心配がねいらないのも非常にね親切なのかなというふうに思います。あと入っているのが、よいしょ、ポップガードですね。パピープペポーみたいな音とか破裂音っていうのを軽減してくれるっていうところですね。鼻息の荒い方なんかはね、こういうので、フー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 言ってるのも抑えられるかもしれないので、その辺もね、結構いいんじゃないでしょうか。見た目もかっこいいですね。これは金属なんですけども、基本的にマイクの外観、スタンドとかは、何て言うんですか、樹脂製ですね。この辺は値段的なところも含めたら仕方ないっていう感じではありますけれども、そこまでね、安っぽさを感じるほどではないので、旧大店なんじゃないでしょうか。はい。あとは、USB ケーブル。これも十分な長さがあるので、結構デスクトップとかでパソコンをね、デスクの下に置いてて、ケーブル引っ張ってこないといけないみたいな感じの人でも、テーブルまでね、安心して引っ張ってこれるかなと思います。これが多分、マイクスタンドというかマイクアームとかね、そういうのを使うために、付属されてるやつじゃないかなと思います。付属品はこんだけですね。
これがマイクアームに使う時のやつだと思うんですけど、ネジ外して、ああ、こういう感じになってんのね。はいはいはい。まあちょっと樹脂製なんで、この辺は、やっぱりちょっと安っぽさみたいなのはあるかな。ちょっとね、よいしょ。こんな感じでね、取り外すことはできます。これでね、マイクアームぶら下げて使ったりとか、そんな感じで、使うこともできますと。もうちょっと倍のお値段ぐらい出してもいいよっていう方は、こういうね、NZXT のこれカプセルっていうマイクだと思うんですけど、これがね、結構まあ質感も良くってデザインもね、おしゃれなんで、後でね、この辺音質とかもね、ちょっと聞き比べてみようかななんて思ってますけれどもね。はい。まあちょっとそんな感じで、ちょっとやっていきましょうか。で今ですね、マイクの正面にこれ来てるんですけれども、LED とかの操作ね、こうやって、タッチで切り替えることができます。はい、好きな色にできて、で、これが電源を切ってしまうと、またね、再度その色を記憶してるってことなんですが、あ、確かに、記憶されてますね。はい。これで、毎回毎回ね、その色に設定するっていう手間が、出てこないので、それはいいですね。ただ、やっぱりね、慣れないと、タッチボタンがどこにあるかっていうのがちょっと分かりづらいっていうのありますね。あと、やっぱり原因は結構触れるんですけれども、これがね、今どれぐらいの音量で設定されているのかっていうのが、まあ、パソコンの画面を見ながら、調整しないとわかんないので、この辺やっぱりね、原因はここに、正面に欲しかったっていうのがね、正直なところですね。ここね、簡単にタッチするだけで赤ボタンに切り替わってミュートにすることできるので、結構ね、簡単に使えるのかなというふうに思います。ただこの角度で正面から見ていると、ちょっとね、赤緑のランプが見にくいので、この辺はね、角度とかその辺ちょっと気をつけないといけないかなっていう感じがしますね。はい、じゃあそろそろね、音質チェックの方に移っていきたいというふうに思います。今こちら、ファイファインのアンプリゲーム、A8 の方で、録音の方を行っております。どういうふうに聞こえますでしょうか。ファイファインアンプリゲームの RGB ライティングはゲームの没入感と個性的な雰囲気を実現できます。マイク上部の応答の早いタッチセンサー式ミュートボタンを押すとマイクのミュートの設定と解除は一瞬で切り替えます。マイクの背景にある RGB ボタンもタッチセンサー式で18種類の RGB 効果を簡単に制御し、マイクの電源を入れると前回使用時の RGB の設定が保持されます。ちょっとホワイトノイズのチェックのために、しばらく静かにしてみようと思います。はい、どんな感じでしたでしょうか。今口元からね30センチぐらいのところで喋ってるんですけども、ちょっともしかすると音が小さいかもしれない。原因はねだいたい7割ぐらいで、録音を行っております。どんな風に聞こえますでしょうか。今こちらファインファインアンプリゲーム A8 で録音を行っております。さっきよりもちょっとですね距離を離して50センチぐらいのところで、録音の方を行っておりますが、どんな風に聞こえますでしょうか。ファインファインアンプリゲームの RGB ライティングはゲームへの没入感と個性的な雰囲気を実現できます。マイク上部の応答の早いタッチセンサー式ミュートボタンを押すとマイクのミュートの設定と解除は一瞬で切り替えます。どんな感じですかね。ちょっと波形というかそういうのを見てる限りでは音がちょっと小さく感じそうな気はします。はい、じゃあ今度は、マイク50センチぐらいの距離でキーボードをね叩いてみた時にどんな感じかちょっと拾う音をチェックしてみたいと思います。では行きます。どうですかね。
はい、じゃあちょっと比較のためにこの NZXT のマイクの方を使っていこうと思います。これちょっとね、外れなくなっちゃってね、今困ってるんですけどね。よいしょ、これもちょっとネジをして、うん、よし、 OK です。ちょっとじゃあ変えていきますと。よいしょ、はい、今こちら NZXT のカプセルというマイクで録音の方を行っております。口元への距離はだいたい30センチぐらいですが、どんな風に聞こえますでしょうか。ファイファインアンプリゲームの RGB ライティングはゲームへの没入感と個性的な雰囲気を実現できます。マイク上部の応答の早いタッチセンサー式ミュートボタンを押すと、マイクのミュート設定と解除は一瞬で切り替えます。マイクの背面にある RGB ボタンもタッチセンサー式で18種類の RGB 効果を簡単に制御し、マイクの電源を入れると前回使用時の RGB の設定が保持されます。ちょっとホワイトノイズのチェックします。はい、どんな風に聞こえましたかね。はい、じゃあ NZXT のカプセルの方でキーボードの音をね、どれぐらい拾うかチェックの方していきたいと思います。では行きます。今こちら、ファイファインのアンプリゲーム A8 の方で、録音の方を行っております。どういう風に聞こえますでしょうか。ファイファインアンプリゲームの RGB ライティングはゲームの没入感と個性的な雰囲気を実現できます。マイク上部の応答の早いタッチセンサー式ミュートボタンを押すと、マイクのミュートの設定と解除は一瞬で切り替えます。マイクの背景にある RGB ボタンもタッチセンサー式で18種類の RGB 効果を簡単に制御し、マイクの電源を入れると前回使用時の RGB の設定が保持されます。はい、いかがだったでしょうか。音のね、僕はスペシャリストとかではないので、まあなんとなくっていうところの感想でしかないんですけれども、やっぱりファイファインのマイクも NZXT の、マイクもセリフはねしっかり聞こえていて、まあどちらもね通話品質っていうところでは全く問題ないのかなというふうには感じます。あとホワイトノイズであったり、まあ、キーボードの音を拾ってしまう、周辺の音を拾ってしまうっていうところもそんなに、まあ、大きな差は感じませんでした。ただやっぱりですね、NZXT のカプセルですね、倍の値段するマイクの方がやっぱり、音質はよりクリアだなというふうには感じて、ファイファインの方はね、まあ、なんて言うんですかね、セリフ自体はしっかり聞こえるんですけれども、まあ、なんか反響音っていうんですかね、セリフを喋っていくとちょっとその音がね反響して、まあ声の立体感っていうんですかね、解像感っていうんですかね、なんとなくちょっとね、あのカプセルに比べるとまあぼやけて聞こえるような、ことがねあるのかなというふうには感じました。ただまあこれですね、ヘッドホンを使ってかなりじっくり聞いて差を感じるレベルっていうところなので、実際ゲームとかをねしながら遊びながら、まあ普通に通話するっていう意味では全くね、このファイファインの A8 っていうので問題ないのかなっていうふうに感じました。いやー、やっぱりね、数千円、7000円ぐらいのマイクっていうところでも、やっぱり十分な音質を確保できるということで、まあ、かなり魅力的な製品なんじゃないかなとは思います。用途がね、全く違うとはいえ、ソニーのカメラのマイクに比べるとやっぱりね、セリフは非常にまあ聞きやすかったですし、周辺の音も全く拾いづらいっていうところがあったので、まあ、ソニーのカメラ言ってもね、4万円ぐらいはする、まあ、かなり高いお値段のマイクなんですけれども、用途をしっかり絞ってね、パソコン用、ゲーミング用っていうところで、調整をしてやれば、これだけ音質って確保できるんだなっていうのを感じられる、そんなテストになったかと思っております。
ゲームとかね、ゲーム実況だけじゃなくて、まあ、こういった YouTube のね、あのセリフを入れていくところであったりとか、まあ、ボイスチャットであったりとか、まあ、あのオンラインミーティングとかね、まあ、いろいろな用途で使っていける、そんなマイクになってるかと思いますんで、まあ、あの低価格帯でね、あのしっかり使える、まあ、マイクが欲しいよっていう方は、このファイファインの、アンプリゲーム A8、こちらをね、検討してみてはいかがでしょうか。ということで、今回の動画は以上にしたいと思います。この動画参考になったよ、よかったよという方は高評価、チャンネル登録していっていただけると、非常に喜びます。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。